はい、どうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回はですね、2016年数学オリンピックの予選問題を解説していきます。問題の内容は非常にシンプル。このルートの式を計算して値を整数で答えようと。一見かなり簡単そうなんですけど、実際に手を動かしてみると結構難しいんですね。最悪ね、ご利用しでやろうって思っても111の4乗を計算したくないじゃないですか。ということで当然工夫していくわけなんですけど、その工夫の方法が非常に数学において大事な考え方を掴んで、今回はこの問題を通してその大事な数学の考え方を学んでもらえたら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。まずこのね、式を見てあげて、当然111の4乗とかを計算しないんだろうなっていうのは、なんとなくね、匂ってほしいわけです。じゃあこの式を見てあげて、何か特殊性、特別なことってなんかないかなってことを考えてあげると、これね、11と100を足したら111になってますよね。これに着目すれば、 x を11、 y を100というふうに置いてあげると、この式っていうのはこのように x と y についての綺麗な対称式で表せるんですね。じゃあ次にこの x プラス y の4乗っていうのは展開してあげましょう。これはね、二項定理を使ってあげると、このように展開できるわけです。係数が 4c1、4c2、4c1 と。二項定理習ってない方は、順番に x プラス y の2乗、3乗、4乗と、順番に展開してあげても同じ結果が出ます。これを使ってあげると、これにね、x の4乗と y の4乗を足して、だから係数がそれぞれ2になって、2で割っていくので、計算すると、このようなね、綺麗な x、y の対称式ができるわけです。じゃあここから先どうするのっていう話なんですけど、展開できて、じゃあ11と100戻してあげるって言ったら、結局ね、最初から111の4乗を計算するぐらいの手間はかかりますよね。ここで考えてあげてほしいのが数学のね、非常に重要な考え方なんですけど、どうなってほしいかっていうことを考えることなんです。そしてどうせこうなるかなっていう予測を立ててあげるっていうのがすごく大事なんですね。まずこれ、値を整数で答えよって言われてるわけなんですけど、どう考えてもこれルートが外れるわけじゃないですか。ルートが外れるっていうことはどういうことかというと、なんとかの2乗っていう形になるわけですよね。すなわちこのルートの中身が因数分解できて、なんとかの2乗になるんじゃないの、てかなんないきゃ困るよっていう話ですよ。もしかしたらこれを因数分解できないかもしれないんですけど、そしたらまたね、 x イコール11、 y イコール100っていうね、置き方っていうのを変えたりして、いろいろ実験していく必要があるわけなんですけど、一旦、これがなんとかの2乗になってくれなきゃ困るよなっていう目線で見てあげると、そうすると x の4乗と y の4乗に着目すると、x の2乗とか y の2乗とか出てきそうだなと。でしかもすべてね、x と y の4次の項が全部出てくるので、2乗と xy の係数っていうのがなんか出てきそうですね。だからこんな感じで、x2 乗プラス kxy プラス y2 乗の2乗みたいな形で因数分解できてほしいな。てか、できなきゃ解けないじゃんって思ってあげる。これが数学のね、非常に重要な考え方。問題っていうのは必ず解けるようにできてるので、そこから逆算して考えてあげる。今回は k イコール1かなっていう風にね、推測を立ててあげて、実際にこの式を展開していくと上の式と等しくなるわけです。もうあとはね、楽勝ですね。ルートを外すと絶対値の x2 乗プラス xy プラス y2 乗になって、絶対値はね、今回外れるんですけど、 x に11、 y に100っていうのを戻してあげるとこのようになるので、あとはこれを計算してあげれば答えは 11,221 という風になるわけです。この問題のポイントは、この式がこのね、2乗の形に因数分解できるはずだっていうことを見抜くこと。なぜならば、問題っていうのは解けるようにできてるわけで、こう因数分解できなきゃ困るよっていう方からね、もう逆転の発想、答えから逆算して考えていくと。これが非常にね、数学の問題においてすごく大事な考え方なので、ぜひこの問題を通して学んでもらえたらいいなと思います。今後もこういったね、面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。